白子が生えてきて面倒になってきたな。かといって消すのももったいないんだよね。しばらく使わないやつとかパネルに出さなくていいんだけど。倉庫にしまっとけば。うんうん、たまに使うときにまた戻すのが面倒なんだよね。あ、そういうのは裏に置いとくとかかな。なんか工務店みたいな話になってない？まあ工具も記録も増えてきたら使いやすいように整理しないとね。あと今回のナンバリング T の1って何？記録が多数の時の話だし、アンロック前提の話はプレミアム買いってことで。え？程度の T じゃないの？そういう捉え方も間違いじゃないかな。で、なんか便利なやり方があるの？今回は整理法の紹介かな。とりあえずさっきも言った使わないやつは倉庫と、たまに使うやつは標準裏パネルにするとか。裏はダブルタップしないと切り替わらないからあんまり好きじゃないんだよね。それなら順番を後ろにずらしちゃって。そういえばこのサブパネルって、なんか2つパネル出したいって人がいたからできるようにした。で、用途は？別のパネルで画面が埋まってもパパッと再生できた方がいい人向けだね。あとはさらっとフィルターを紹介しておこうか。画面左上のこれだっけ？うん、左端のロートアイコンは詳細絞り込みだから置いておいて、その隣を押すとタイプを選べるよ。なにこれ、多すぎて逆に面倒じゃない？おっと、ちょっと例を増やしすぎた。実際は使ってるタイプだけ出てくるから少ないと思うよ。ふふん。で、選んだタイプだけ表示されると。タイプじゃなくてアプリでも選びたいんだけど。アプリは左端のロートアイコンで詳細フィルターにして絞り込んでください。ところで、今気づいたけど記録ってこんなリスト表示だっけ？なんかどの記録も四角いやつで画面出てなかった。あ、多いとリスト表示できるようになったよ。編集設定のリスト表示切り替えで選べます。今回はまとめることもないのでさらっと終わるよ。